はい、こんにちは。カズボです。トルネコの大冒険2続きやっていきたいと思います。今、85回にいまして、前回ね、あれ拾いましたね。この下、ほら、矢印あるじゃん、大きなパンの下。見えない、ま、アイテムだね。それですわね。園芸の壺を拾ったので、あ、そう、まあ、倉庫で置くといてもよかったけど、倉庫満タンだったらちょっと嫌だからさ。可能性あるからね。巨大なパン食べちゃうか。お金をね、変化にさせてもいいけどね。こいつちょっとあれ、お楽しみ袋みたいで楽しいよね。ああ、パンの巻物か。まあ、まあいいんだけどさ。ちょっと今いらねえや、そこまで。大きなパンとかいっぱいあるから。こいつもうざいよね。鉄の矢もいらん。弓矢系はいらない。もう役立たない。腐ったパンも入れちゃおう。スキストラゴンだな。ちょっと回るね。あと10回以上あるので、これもいらんな。ああ、またミミック。はぐれメタル。まあ、いらんな、これは。貼り付けか。また見えないやつ飛んできてないよ。変化置いてもいいかもね。なんかいいな。封印の杖あったよね、どっか今。もしかして貼り付け止まるかね。解約する。あ、やっぱワープするのか。まああれは弓で倒せっていうかね、弓いらない。別にはぐれメタル倒したいっていうあれじゃん。お、ちょっと待って、これは変化置いてもいいな。間違えた。何やってんだ。違うよ。インパスで、通過だったらもう勝ちだね。眠らずか。ここに封印は、あ、俺はいらねえ。いらねえ、別に。ああ。出してもしょうねえもんな、こんなんな。封印したら倒せっけどね。いいや、別に。お、ラピスラズリ。インパスがもうないな。さて。とりあえず入れとくか。お、あ、そうだね。ラピスラズリはちょっと後で。インパスかなんか起こ、あ、白紙あんじゃん。そうだよ。こんなん余計か。まあ、いらねえな。
でしょうね。アリーナ使いま。あの左下のそうじゃない。あ、はぐれか。そうだ。貼り付けても忘れてた。多分行ったり来たりしてれば、そのうちいると思いますけど、敵がちょっと強いから、ね、右のやつもそうじゃねえかなと思ってんだけど。あんま敵いないっすね。と、バシル。もう拾ってからにしてくれよ、せめて。まあいいや。よし、行くぞ。いや、もういいけど。引き寄せとかでね、さすがにね、怒ってるのはね。メガザルロック何気にうぜえかね、本当に強い敵一回出しちゃうから、ダイマージンとか一回出したらまためんどくせえんだよね。さて、変幻入れ替え。いらんな。あー、いやー、ちょっとうざいのいる。よし、よしよし、勝ち確定です。多分これでいけと思うんだよね。そうだな。罠抜けあるから、いける。OK。多分ね、
待て待て、大丈夫だよな。通過の指はないとダメかな、結局は。待て待て、そこに、そうだね、通過の、吹き飛ばしあったっけな、吹き飛ばし。吹き飛ばしあればいけっか。あと吹き飛ばしだね。あと10回のうちにあっかな。え、拾ってた自分。ちょっと待って、いろいろ拾ってっからさ。踏みないでしょ。ほんで、ドルイドいらない。場所がいるでしょ。バシブラじゃない。吹き飛ばし。お、びっくりした。使っちゃったじゃん。90回来たね。お、多分90回は何もないと思うけど、あったっけな、ないよね、確かに。ゴミオスじゃないで、お、スイープ落っこってんな。オッケー、勝った。いける、多分いける、これで。多分いけんな。多分大丈夫。まあ、通過の指輪があればいけんだけど、多分これでいけると思うんだけど、いけねえってな。通路、どういう感じになってたかちょっと思い出せなくて。多分大丈夫だと思いますけど。まあ一応拾っとくか、なんかあっかもしれないですね。
あそこ遠いな。行けっかな。峠の上にね、火薬壺っていう。あ、スカラー使えんじゃん、まだ。よくよく考えたら93だ、99じゃなかった。まあ、あんま変わんねえけどね、もうここまで来たら使おうが使わなかろうが。こんなもう意味ない。使い魔のような気がするんだけど、気のせいかな。うわ、違った。行くぞ。スルスル降りていってもいいような気がするけどね。降りちゃうか。何やってんだあれ。うわー、もなんかいたけど気のせいだろ。レンゲ。万一ミスった時のために。そうか。今回いけそうだね、なんだかんだね。ミスったらもう一回やんなくちゃねえからな。まあ大丈夫だと思いますけど。階段ではなかったの。
パンか。なかなか大変ですけどね。まあもう勝ち確定なんだけど、確定なりにさ、拾いたいものがちゃんとあるじゃん。取っちゃえばあと分裂させて、まあ、終わりなんですけどね。間違えてさ、正義のソロマン入れたらアウトだよね。やらかすかな自分たまに。なんだこういう時に限って落とさねえし。お、階段もいって。倉庫カルサイトなんだ。ちょっと待って、白紙2枚あったな。はい、どうだ、これか。綺麗な指輪。ああ、まあ、売ってお金になるか。倉庫もいらねえかな、もう。だって、ここに3あるもんね。ちょっと待って、降りちゃうかな。多分、98だと思うんだけど、99ではなかった。あ、やべえのがいる。そうだ、あいついいんだ。あ、怖え。あいつマダンテ使うんだよ。えい。黄金の鎖じゃね。ほら、来た。倉庫に倉庫送りでしょ。あいつにやられないとも限らないから、そっか、あれに落とされる可能性あんな。モンスターハウスだったらちょっと、あ、大丈夫か、98は違うわ。モンスターハウスではない。ではないんだけど、ではないんだけど、行った瞬間に大丈夫だと思うんだけど、あ、大丈夫だった。来たね、ここだね。ここがで、多分これ鈍足あるんだよ。ほら。で、ここ通過行かなくちゃないから、あそこに箱あるんでしょ。あれを取るんだけど、通過するには、どんぐらい飛ぶんだろう。1,2,3、 あ、ダメだ。飛ばせるよな、多分。ギリ5歩ぐらい飛ぶよね。
ここで登場の、取れなかったら、しょうがないけど、ミミックを使うってやると、出てくるんで、人食い箱だけどね。で、これをね、吹き飛ばすか。よし。それで、場所替えの杖、確実に当てた方がいいな。どうだったっけ、あれ場所替えはゼロじゃねえな。当たったとか、杖は絶対当たるから OK で、罠抜け持ってるからワープ食らわないっしょ。でここを鍵で開けると、使う、はい勝ち。倉庫は入んのかな、何でいらねえや。魔法の宝石箱にロトの剣入ってんだよ。まあこれを持って帰りたいよね。でも降りた瞬間マダンテ食らうかもしんないよね。行ってバカなこと、3発食らったらアウトなんだよね。3体いて、でも行ってみよう。でも取り方分かったよね、ロトン剣。そう大丈夫だった。99回来ましたね。この下で終わりだっけ、まだあんだっけ、これないよな。お倉庫の壺で送ってもいいけどね。あ、送れないか、宝石箱だから。これそんなにいねえだろ多分。終わりだよな。100回来た。ここ最後か。101回ってあんだっけ、ねえよな。あ、待った、99回回ればよかった。もしかしたらあれ落っこってっかも。最後の回に落っこってる巻物あるじゃん。失敗した。99回だったっけな。そうだ、今思い出した。まあまた来ればいいけども。
99階に落っこってんのかな。あ、そうかも。自分失敗したかも。最後の巻物ってのが落っこってると思うんだけど、あれ99階かな。これ最後だな、多分。あ、出た出た出た。99階だ、落っこってんの。まあいいや。もう一回行けばいいや。多分落っこってると思うんだけど、99階に最後の巻物。今回りきんなかったよね、99階ね。まあいいや。次やればいいや。はい、出ました。倉庫の中多分満タンだと思うんだけど。いらねえのいっぱいあるよな。もう今更いらねえもん。よしさ、とうとう次の場所行けんね。こんなんいらねえよ。増やせっからね、いざとなったらね。白紙はいるね。こんないっぱいいらないもん。まあしょうがないね。吸い出しの巻物で吸ってもいいのか。じゃあ魔法の宝石箱取れんのか。そういう作業やってみっかな。待て待て待て、結構時間きてんな。嫌だな。とりあえずや。そうだ、あれ。全部入るか。あの見えないやつあったじゃん。これだ。これ確かあれパルプンテだっけ、これ。これだったっけ、違うよな。だったと思うんだけど。まあいいや、あれも読まなくちゃいけないから、まあ、こんなのも倍に増やしてもいいよね。だから分裂の壺持っていって、まあちょっと吸い出しだね。分裂分、ちょっと貴重だからさ、吸い出し、3つぐらい持っていくか。で、分裂、逃げ身と、分裂、分裂、分裂。これ持っていこう。これと、まあまあ攻略後ですけど、ちょっと時間結構来てるんですけど、ここまでやっちゃおう。ん？まあとりあえずなくならないぐらい強いんで、もう大丈夫でしょう。で、ロトの剣ってあったじゃないですか。あれを元にすればちょっと面白いのできるかな。ね。やべ、黄金の壺持ってきちゃった。回復装備して、吸い出しと分裂があるから分裂の壺に入れるっしょ。でしょ。で、分裂の壺に吸い出しの、読む。中身吸い出した。ロトの剣でしょ。で、これ預けられるんでしょ。で、分裂の壺にロトの剣。分裂の壺に。あ、そっか、吸い出しですか。危ない危ない。これで、大丈夫だよな。
間違ってないよな。よし。とりあえず吸い出しを。えい。で、こうなるわけで。ね。これ使ったら大変なことになるかな。ちょっと待てや。ロトの剣を。入れとくか。こうだね。でこれをね、見えない、消えた一個。見えないアイテムだ。これ目薬草かなんか必要なんだっけな。もう一回行ってみっか。逃げ人があと一個しかね。そうそう、どうだったか覚えてない。あの、5階下に降りたりしたらまずいじゃん。だから その時速攻リレミト入れたいんだけど、ちょっと時間来てっからさ。失敗したな。久しぶりにやってっからさ、マジで。慎重にやんねえと。うっかり落っこって全部なくなったとか言ったら嫌だけどさ。まあセーブしてあったら大丈夫ですけど。で、元の吸い出しを使ったことにより、白紙の巻物に書けるようになったんだけど、白紙に書いてない吸い出しをもう一個欲しいよね。もっと不思議に多分落っこってと思うんだけどね。そしたら出てもいいし。まあそんな感じでアイテム集めればいいかなと思うんだけどね。よし、これ最後ロトの剣作って終わりか。祈祷師かあれ。ほらやっぱそうだ。パルプンテ。何も起きなかった。これで白紙の巻物に書けるようになるね。よっしゃ。やっぱ目薬草必要か。目薬草飲めば多分落っこってんのも見えるようになるのかな。だったと思うけど。あ、じゃあこちらね。あとはもっと不思議と今の館を攻略するんだけど、もっと不思議はちょっとしんどいな。まだ館の方がいいかな。館の方が難しい、強いんだけどな。だから壺の中にいろいろ入れていかなくちゃないからね。まずそっちだな。とりあえずゾンビがないから、ね、え、ちょっと待って、ゴールド足んね。うわマジかよ。あの財閥だもの、お金がね一桁上がったね。いいか、はい、冗談じゃ。いいよ、よっしゃ。ロトの剣99ね。まあ、攻撃力上がっけど、まああんま変わんないと思うね。ここまで来ちゃったらね。あと、ロトの盾とかね、あるんだけど、トルネコさんなんでロト装備できんだろうなっていうのが疑問に残るとこだけどね。まあこれでね、あの勇者の子孫なんじゃないかとかさ、そういう説が上がってるっていうね、ものはありますけど、とりあえずね、こんなもんですね。あ、パルプンって消えんだ、やっぱり。
いやいやいや、いいんだけどさ。吸い出しと分裂持っていった方がいいかな。だろうな。それで保存の壺の、いっぱいある保存の壺が、ちょっと必要かな。次回ね、攻略するときね。まあ、こんだけありゃもう死んでも大丈夫。ラリホーと、保存の壺に入れる作業を裏でやっときますんで、あ、こんだけしかねえよ。まあ、祈りの巻物で増やして、888ぐらいにしとこうかな。じゃあ大丈夫だろ、そんだけあれば。よし、ちょっと裏やっときますね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあね、ロトの剣取りました。それ装備してね、次回ね、今のところ攻略戦でよろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。